久保さんマトリックスですね。マトリックス。まああの、し、信じていたけど、どうのこうのみたいなねあ、あると思うんですけど、まあ、久保さんが言う通り、うん、じゃあ、信じたのは誰なのかって話なんですよね。うん。だから、なんか、非常にこれって、あの、なんだろうな。 難しいというか、うーん。まあ結局自分、まあ結論ですよ。結論を言ってしまうと、自分の人生は自分で決めることだし、情報を聞いて、信じる信じないのも自分だし、じゃそれを遂行するのもしないのも自分なんですよね。うん。だから、稼げる人の一つのポイント。 があるとするならば、すべて稼げる人っていうのは自分の責任で生きているっていう人ではないでしょうかね。うん。例えば、あの、会社を信じていたのに、うん、会社に裏切られてリストラになりましたっていう人は、多分その、誰かに依存して、誰かの会社に依存して生きていくという人生を送るでしょうね。だけど、自分で、 自分の選択で自分の責任で生きてる人っていうのは、まあ、起業するとかね社長になるとかあなんだろうな自分で一人で稼ぐとかそういう道を選択して、まあ、結果を出すでしょうねうんだからなんだろうなコロナのせいにするとかね、えー、日本政治家のせいにするとかあー別にそれはそれでいいと思うんですよその人がそうしたいんだったらうん だから、結局、何を言っても、信じていようが、いまいが、自分が、どういう責任で生きているのか、そこに尽きるんじゃないですかね。うん、いってらっしゃい。